キャーリー・ペレスはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。2009年に WWE と契約。FCW にてキャンディガールというリングネームでデビュー。その後、リビアナというリングネームでスイートパピサンチェスのマネージャーで登場。試合ではナオミなどと交渉。ナオミとの交渉後、リングネームを現在使っているマキシンに変更し、 FCW のゼネラルマネージャーとして登場。アクサマ、ラッキーキャノン、ダミエン・サンドーたちというニットを組んで活動。2010年8月31日から始まった NXT シーズン3にてアリシア・フォックスをプロとして迎えるも敗退。2011年に入って NXT シーズン5にてレリック・ベートマンの恋人として NXT に再登場。 プロポーズに応えて婚約まで行ったものの、ジョニー・カーティスが卑劣な工作を企て、マキシンと結婚しようと画策、結婚式まで行われそうになったところで、ベートマンが裏工作を暴き復縁した。直後2012年に入り、カーティスのさらなる工作と自らのヒステリックな部分が原因で、ベートマンによって別れを告げられてしまう。同時期に NXT 調整役についた、 ウィリアム・リーガルを誘惑するが、跳ねのけられた。そこで、カーティスと共謀し NXT 離脱を図ったが、カーティスが暴走。マット・ストライカーを眠らせて閉じ込めてしまい、さらにいつの間にか別の人間によって、ストライカーが誘拐されるという、彼女の考えとは、全く違った状態になってしまう。それによってリーガルは、彼女とカーティスを、 試合以外は手錠で繋いだ状態でいることを強要。その後、NXT の警備員となったタイラー・アレックスとカート・ホーキンスによって鍵を渡され、カーティストは離れることに成功した。その後は NXT シーズン後のストーリーが打ち切られたことから、ストーリー抜きで活動するようになり、その後 RAW に所属するも目立った活躍は、できず7月頃に解雇された。なお、 リーガルは NXT シーズン後の MVP は誰かを尋ねられ、最も目立った人物として彼女を挙げている。WWE 解雇後、しばらくプロレス活動を休止していたが2014年5月10日、ティネのワンナイトオンリーであるノックアウトノックダウン2014に本名名義で出場。タリンテレルと対戦するが敗戦した。 9月13日、メキシコのメジャー団体である AAA の番組、ルチャアンダーグラウンドにて、カトリーナのリングネームで、ミルムエルテスのマネージャーについた。ありがとうございます。